する曲なんですけども、都はるみさんの北の宿から、そこから、銭形平次の曲、そして水戸黄門のテーマ曲と、曲が変わっていく感じになっております。どこからどういうふうにメロディーが変わっていくのか、そんなところを楽しみながらどうぞお聴きください。